買う本当？俺が散歩中、いやいるわ、アホ。部屋買いだよ、部屋買い。てかね、あれね、ほんと、あの、あれでしょ？彼女と今なんか作ってたでしょ？なんか夕方なんか、一生懸命頑張ってんのはいいんだけど、やめな、ほんとに。だったらなんかね、例えば、じゃあ、ね、あの、ねえねえねえって、ね、あの、6畳間のカーテンをさ、ニトリに買いに行こうよとかいう会話の方が全然可愛いからね。だって、やっちゃいけないことをやっちゃダメだって、絶対。ね。筋トレしてる、毎日してる。朝晩やってるね。朝起きて、もう腹筋200回、腕立て200回。で、まあ、ダメージは大丈夫だ。あ、ね、寝起きの体に。で、その後夜、お風呂入って、でもう寝る前に、あの、ダンベルとか、あと走り込み、うん、やってるやってる、毎日。毎日やってるね。うん、まあ、偶数日はやってるよね。いや、無理だよ、越冬はな。筋交いもつけてなっていうかね、あの筋交いつける以前の問題に家借りなさいね。本当に悪いこと言わないから、メガホンには絶対無駄になるから、絶対にね。オナニーの時はオナニーと筋トレどっちが先？まあ筋トレかな、現像的な。え、あ、それは古すぎてってこと？まあネガがもう行かれちゃったんだろうな。そうか、現像できないんだ。いや、まあ強制撤去されるかなっていうか、やっちゃいけないことだから、いや、いつかはされるんじゃない？まあ、今すぐとか、いつかとかいう日にちの断定はできないけども、今日の服かわいいでしょ。まだ開拓に行かないのってどういうこと？あ、なに、森、山を。どうなんだろうね。なんか恥ずかしくないかな、年齢がね。恥ずかしくないかな、俺はもう恥ずかしい。だから、あ、サメちゃんってすごい節約してんだねとか、料理できるんだねって言われれば嫌な気持ちしないけど、どう思う？あれ見て。あ、警察来てたんだ。あ、わこついたし、頑張、イベントね。でもね、俺あんま参戦したくないんだよ。聞いてくれる？俺の気持ち。なんで参戦したくないか教えてあげる。お金いらないんだよ、マジで。いや、あの、応援してくれるのは嬉しいんだけど、俺、お金持つと誘惑に負ける可能性があるわけ。そこはやっぱ自分を厳しくしないと、自分自身で自分のことをそうやって悟さないと、誰も悟してもらえないわけよ、そこは。自分しか分かんないことだから。だから俺本当はね、嫌なんだよ、うん。だからまあ、じゃあ参加しなければお金も手に入んないからと思ってんだよ。自分のためにやっぱそういう誘惑があると、誰だって誘惑に負けちゃうから、うん、アイテムいらない。だってお金持っちゃうと俺誘惑に負けちゃうの。いや、気持ちは嬉しいんだよ、気持ちは。ただ自分が弱いね、あの、真の弱い人間だから、うん。だから今回はね、サメ子にお金、ちょっとお金困ってるって言うから、あ、じゃあ俺もたまたまちょっと小金持ってたから、じゃあこれぐらいならお金渡せるよって言って、はい、こんばんは。で、今日ね、昼間12時ぐらいかなにサメ子と会って、で、ミントと回って、いや、わかんないわかんない、見てない感じだもん。あー、そうかもしんない、キャスバーで。よく覚えてるわな、あんた。なあ、あんた記憶力すごいわな。警察に通報したら警察行ってくれたけど、わでは見えた。あ、そうなんだ。テープやるやつ。俺はわかんない、全く。うん。まあでもね、穏やかな配信。ミント元気だよ。ツイートした、ツイート。いや、わかんない、わかんない。見てないから、俺。そこは。いや、不正受給わかんない。俺はわかんない、うん。俺は何も言えない。生活水準は一度上げると落とすのは、たやすいことじゃないよ。だから、俺は、そういう、なんていうの、おせっかいとか、優しさってのはほどほどない。レッドブルの飲む、飲む、飲む。買わないけどね、自分で。あえて自分では買わないけど。うん、荒川の近くの。お金がないと、だからリスナーさんが送ってくれるの。そう、食器の水切りは大事だなと思う。そう、泉区で捨てちゃったから。いらないって言ってるけど、いや、だから今はいらないって言ってるの。物品の方が、いや、ほらさ、結局、花火でもらうと、5割で、また物買うわけじゃん。ってことは、じゃあ5000円の何か買いたかったら1万円みんな投げてるわけじゃん。だったら欲しいものリストで、あ、くれたら嬉しいじゃん。そのまんまの金額で済むんだから。で、あと、あ、俺これ欲しかったんだって。あ、買う手間省けたわ、とか。あ、すごい助かるわ、って。投げなくていいよ、もう全然、ロールちゃん。気持ちって俺言ってんだよ。俺の言い回しがそんな気に食わないんだったら、投げなくて一緒。うん、いらない。ね。はっきり言わしてもらう。うん、押し付けてくんな。だから俺いらないっつってんの。ね。
投げるも投げないも自由っすよ。俺はただお金持つと自分の意志が弱いからあんまり持ちたくないって言ってるのに、ね、そこをなんかそうやってひねくれて取るんだったら一生投げるな。な、うん。俺をそんなね、俺をあんまり見くびるな。うん。俺は誰にもこびない。絶対に。そうそう、物を送ってくれた方が気持ちもこもってるしって、うん、アイテムは自由。俺は投げろとも言わないし、投げるなとも、ね、投げてとも言わない。だからそこは気持ちいい、うん、で俺はね、そういうおせっかいしてくれるっていう言い回しが気に食わねえんだったら一生投げんな、うん、構わねえから別に、うん、いらねえから、うん、生活全然できる、うん、あ、もちろんもちろん、あの20日以降だ、もう、あ、家賃の3万円もちろんその都度貯めてんだけど、貯めてるよ全額、毎日投げてくれるアイテムも、もう延長チケット以外はほとんど手つけないのよ、うん、うん、十分してる、うん、そう、いや無料のでもいいんだよ全然。ハルチは、ハルチは十分俺にやってくれたもん、ほんと家の片付けとかさ、俺が一番落ち込んでる時にハルチは俺のそばにいてくれた、俺が心細い時に。お前のその恩は俺は絶対忘れない。うん。絶対にな。お前が俺にしてくれたこと、俺に手を貸してくれたことは俺は絶対忘れない。うん。だから、ね、長い、世界が終わる日、それが俺が死ぬ日、その時までハルチと一緒にいられたらいいなって俺は思ってる。うん。何かがあったら俺はハルチの盾になりたいし、お前は俺のことを救ってくれたんだから。マジでお前には感謝してる。うん。うん、ありがとう。うん、俺ね、もう、投げるも投げないも自由。ただ俺は今自信がないんだよ、お金をキープするって。あんまり節約してるけども、魔が差したら行っちゃうかもしれないっていう、やっぱ懸念材料があるっていうのを理解できないんだったらもういなくていい、構わない、うん、俺の言いたいことを理解できない人間は俺は必要ないから、うん、いやマジ本当ハルチに助かったよ、救っても。いやもう、はい、響きも前ね、もう2年ぐらいか、2年以上だよな響きな、本当引っ越して吉報だよね、もういいことばっか、うん、いやもう過去にも十分やで、ね、ハルチはな、ちょろいもんな、うんうん、ハルチはほんと俺を救ってる、 ありがとうね風船。いや気持ちだけだ、その気持ちが嬉しいんだよ、うん、俺は。いやほんとにね、生活用品って金かかるんだよ。あれも欲しいなとかなるじゃん、結局お風呂入って、あバスマットねえやとか思うと、あ今度は、あじゃあそっかで、あ洗濯物いで、まあ、あるんだけど俺は。だそうやって細々見つかってるじゃん日々、あ洗い物やってればさ、あそうだ、水切りねえなとか、ね、あスポンジも傷んねえなとか、ちょろちろもんね、うん。3人以上か、もう。もうそんな経つ。ハルチは心が綺麗だ。だから俺です、バスマットはもう多分明日届くと思う。多分わかんない。今日不在票が入ったのかもわかんないけど、うんうん。そう。言ってる意味わかるな、じゃん。ローズじゃん。俺が言いたいのは、甘やかすことがその人のためではないんだよ。ね。だからサメちゃんね、あ何でも買いな、お金あげるよっていうのは優しさでも愛でも何でもない、うん、サメちゃんもうちょっと節約しなよとね、あじゃあパチンコになったら行くんだったら月に1万円2万円って決めて行きなってね、例えば払うもん払ってから余裕なお金が出てから行きなさいとね、やることやってから行くのが筋なんじゃないとかね、いやサメちゃんねってそんなにお金 ね食品に使うんだったらもうちょっとね、じゃあ、1日1食は自炊にするとかね、コンビニ弁当をやめるとかっていうことを言えるのが愛情なんだよ、優しさなんだよ、うん、そう、いいよ何でも買いな何でも食べなって、うん、お金ならいくらでもあげるわよ、これは愛じゃないんだよ、うん、箱のマットしてる、いいよね、あの軽装度のやつでしょ、そう多分明日ぐらいに来るんじゃない、そう俺はそう思う、甘やかすことは愛情でも何でもないもん、うん、要するに、当たり障りないことして、なあなあにしたいんでしょ？甘やかすってのは。軽装度いいんだ。俺初めて使う。なんか、軽装度ってね、なんか結構俺、なんかまあ、使わず嫌いだったけど、じゃあ今度から使ってみようかな。布はね、洗濯がめんどくさいね。うん。そう。だから俺が、例えば、じゃあ、サメちゃんで。じゃあ月末ね、20日以降までお金があんまいらないんだったら、じゃあ、そうしよっかっていうのが優しさなんだよ。いや、それでもあげるよっていうのは優しさじゃない、うん、粉々っぽいんだ、なんか割れるの怖いよね、でもまあ動かさない、そう甘やかす必要ないんだよ、だって俺もう34だもん、うん、自炊だってできるし節約だってできるんだよ別に、うん、
だそれに協力してよっていう話。だから20日以降だったら、ああ支払いとかもあるし、まあ今のところね、電気代とかガス代は払えるから、そんだけのお金は持ってるから余裕で、うん、甘やかすのはダメ絶対、うん、もう34だって自分の子供だったらいいけど、うん、そういうことアドバイスできて、あその人をきつく諭せればそれが愛情なんだ、だから俺はブロックしない。何さんだろうね、わかんない、ちょっとなんて見てみてもいい、多分ジャパニーズだと思う俺ね。もう俺国産しか使わない人だから、俺もう国産市場主義だから、うん、どこだろう、どこに書いてあるのかな、うん、国産だな、これはもう完全に。完全に国産って書いてある。愛よりライクっていうか、ラブは愛じゃないんだよ。パッションが愛なんだよ。神の教えてる愛っていうのは。ね、神が隣人を愛しなさいとかね、いうあの愛っていうのはラブじゃない。ライクでもない。パッションなの。情熱なの。神の、そう、イエス・キリストが教えてる